今回のテーマはもうやめて7、日常生活で知らずにやっちゃってる毛髪へのダメージの原因とその対象とは、髪が濡れたまま入眠についてお伝えしていきます。結論からお伝えしていきます。髪が濡れたまま寝るとそれだけで物理的ダメージを受ける。それを避けるために必ずしっかり乾かしてから眠る。以上になります。解説していきます。特にロングヘアスタイルの方や多毛の方がね、そんな風にしてね寝てしまうっていう話を聞きます。乾かすのがめんどくさくて濡れたまま寝てしまうんですよねとか、だいたい半乾きぐらいでいいかなと思ってそのまま寝ちゃうんですよねっていう話がありますね。これはね、気持ちはわかるんですけども本当におすすめできないので絶対にやめてほしいなと思います。髪の毛、毛髪は水分を含んだ状態になると水素結合によってキューティクルが勝手に開きます。キューティクルっていうのは、毛髪ね、三層構造になってあって、一番外側が髪の毛を守ってくれるキューティクルってなってるんですけども、その基本的にさまざまな外的要因から髪を守ってくれる、ダメージから毛髪の中心部をしっかり守ってくれてるものっていうのがキューティクルなんですね。ゲームでいうとね、盾や鎧といった防御力を上げてくれるっていうようなものですね。毛髪が濡れている状態だと、先ほどお伝えしましたがキューティクルが勝手に開くっていうね性質がありますので、盾や鎧がない状態でモンスターと戦わなきゃいけない、冒険に行かなきゃいけないみたいな感じなんですよ。キューティクルがね開いてる状態だと毛髪内部の必要な水分だったり栄養分が損なわれる可能性があります。水分だったら蒸発するし、内側の栄養分だったら流出するしっていう感じですね。そうすることによって乾燥が進んだりとか、より痛みっていうのが進んだりとか、パサつきやすくなったりとか、きしみの原因になっちゃうんですね。乾燥によっての原因だったり、弾力がなくなって物理的なダメージをより受けやすくなってしまうっていうのが髪が濡れている状態なんですよ。すごく防御力が低い状態なんですね。なのでしっかりと乾かしてから眠りましょうっていうことになります。これはね、もう先ほどもお伝えしました、ロングヘアの方、多毛の方、乾かすのに時間かかってすげえめんどくさいよっていうのはね、よくわかります。よくわかるんですけども、ヘアケアや健康っていうのは毎日の積み重ねによって今があって未来につながっていきます。なんとかね、その頑張ってめんどくさいを乗り越えていただきたいと願っております。まとめいきます。もうやめて7、日常生活で知らずにやっちゃってる毛髪へのダメージの原因とその対処法とは、髪が濡れたまま入眠、髪が濡れたまま寝るとそれだけで物理ダメージを受ける、それを避けるために必ずしっかりと乾かして眠る。以上になります。そう、半乾きの状態だとね、髪の毛が柔らかい状態、防御力が低い状態で重い頭と枕の間に髪の毛があって、一晩中こう潰されたりとかこうね動かされたりとかっていう状態になってるので、どうしてもダメージっていうのは免れないんですよね。濡れたまま寝るだけで毎日どんどん傷んでいく、それはとっても悲しいことなので、ぜひ乾かしてからね、しっかり乾かしてから眠るようにお願いします。長く健康的に素敵なヘアスタイルを楽しめますようにでした。